こんにちは、ネコス王国です。本日は、新作映画スーパーヒーローの最新情報についてです。10月8日、コミコンにて新しい情報が公開されました。早速簡単に振り返っていきたいと思います。まずは、ペンデです。ご覧の通り、ペンデの身長が伸びていることがわかります。漫画版の銀河パトロール囚人編では、ペンデはまだ小さかったので、少なくとも今回の映画は、モロとの戦いを終えた後のお話だというのは確定でしょう。続いて、ブルマです。ブルマは、まだ若い感じに描かれていますね。原作最終回では、ブルマはかなりおばさん化してしまうのですが、そのあたりの整合性が取れているのか、少し気になるところではあります。もちろん、ブルマは若い方がいいですけどね。そして、カリンです。カリンは、これまでと変化はほぼありません。ヤジロベエも出てくるのでしょうか。楽しみですね。で、皆さん、今回の敵は、なんと、レッドリボン軍だということが判明したんですよ。こちらは、スーパーヒーローの TV にあるシーンですが、ご覧の通り、ボクちゃんが、レッドリボン軍のマークがついたドリンクを飲んでいます。つまりこの悪そうな人たちは、レッドリボン軍の関係者なのでしょう。悟空のことをまだ恨んでいるのでしょうか。レッドリボン軍と聞くと、セルの復活も考えてしまいますが、さすがに難しいでしょうか。そして、こちらの新キャラについては、名前が判明しまして、それぞれ、ガンマ1号、ガンマ2号という名前だそうです。個人的な予想になりますが、名前からすると、レッドリボン軍が開発した、人造人間なのかなと思います。ドクターゲロ亡き後も、悟空を倒すことを諦めていなかったレッドリボン軍が、制作したということなのでしょうか。さらに、TV の中に一瞬だけ映っていた、この人物ですが、なんと、前作で敵として登場した、ブロリーではありませんか。間違いなく、ブロリーですよね。今回の映画は、前作ブロリーの続きだということが明言されていましたが、ブロリーから何年後のお話なのかは、まだわかっていません。先ほども言いましたが、ペンデの件から、モロ編よりも後のお話であることは確実ですから、問題なのは、ウラノラ編の前なのか、後なのか、ということですね。今回の TV に、カンちゃんが登場していますが、第28回天下一武道会におけるカンちゃんは、4歳であることが分かっていますので、このカンちゃんは、2歳か3歳といったところでしょうか。2歳であれば、ウラノラ編の前である可能性も考えられますかね。海外の方からも同じような質問がありましたが、室長のユヨクさんは、まだ詳細は明らかにできないとおっしゃっていました。仮にブラノラ編の前であるならば、悟空は身勝手の極意に自由になれますが、ベジータはわがままの極意はまだ使えない、ということになるでしょうか。それにしても、ブロリーがこんなに早く出てくるなんて思っていませんでしたので、私はさらにワクワクしております。ブロリーは、定期的に悟空から戦い方を学んでいるはずなので、前作よりもさらに強くなっているのは間違いないでしょうし、そうなると、今回の敵もめちゃめちゃ強いということになりそうですね。今回の映画は、今までの映画に比べて、ポップな感じを前面に出しているそうですから、見ていて楽しい気分になるような、そして激しいバトルも忘れていない、十分に期待できる映画になるのではないでしょうか。では本日はここまでとなります。その他の細かい点については、次回以降にしたいと思います。皆さんのスーパーヒーローに対する意見、感想などお待ちしております。では、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。